日本国憲法通りでやったんだ、ね、どこにもそこにはね不正がないわけですよ。その時にね、ねアメリカがね、いやーよって言ったらどうするの、ね、そしたらお前はね、ね民主主義的なね、ね国でないのではないか、ね、こういうふうにも言われる可能性ありますね。その時にね、ぐずぐず言わないで、分かりましたってね、1年後にね、帰っていけるようにするためにはね、何が必要なのかったらね、国会でも地方議会でも安保反対の人たちをね、議会でもね、多数にするということですよ。こうやってそのね、結集した統一戦線がどれだけ大きくて、どれだけ起こってるかと。例えばね、ね、出ていかないって言ったらどうするんですか。アメリカ出ていかないって言ったらどうするんですか。だから我々はね、我々の統一戦線がね、押し上げた我々の内閣がね、安保に基づいて廃棄通告したのにね、出ていかないとは何事か。そんならやるぞってね、統一戦線に入ってるね、労働組合は何やるんですか。ね、東京電力労働組合は横須賀横田その他の日本にある米軍基地にね、部分ストライキやるんだ。どういう電気は送らないって部分ストライキやるんだ。で国民には電気が来るよ、ね、だけどね、でその決定を従わないんだったらね、でお前のところにはね、電気を送らない、ガスを送らない、水道を送らない、便所の汲み取りにはいかないって俺はね、そういうことも含めてね、でそこにね、統一戦線で団結してね、その人たちがね、自分たちのこのね、目的をね、達成するためにね、アメリカがね、ぐずぐず言うんだったらね、でそういう実力を行使してでも、ね、アメリカが出ていかざるを得ないような、そういうね、ことをやるのだろうってね、で力と意志があればね、向こうは、ね、あれしませんよ。それと同時に憲法では何て書いてありますか。内閣総理大臣が欠けたときには内閣は総辞職するというのがね、憲法の規定ですよ。安保条約を廃棄した後のね、1年間はね、廃棄通告したね、ね総理大臣がね、ねこんなことでね、こんなことにやられないようにね、ね飲んでみたら毒が入ってたなんてことでやられないようにね、俺はね1年間はね本当にね守らなきゃいけないんですよ、ね、で憲法で書いたんだから、ね、内閣総理大臣が結業したらね、こういったら、ね、内閣総辞職しなきゃいけないって書いたんだからさ、そしたらね内閣で廃棄通告した内閣いればさ、1年の間にねそういうことになればね、内閣総理大臣消えちゃうわけでしょ。消えちゃったらそのね内閣総辞職するわけでしょ。総辞職したんだからね、まあね通告ね またねやり直せっていう向こうが言うかもしれないしさ、いろいろ言ってくる可能性も十分あるわけですね。だけどね、でそういうことも含めてですよ。だけどで今ね、今度の原発との関係で何が明らかになったんですか。原発との関係で日米原子力協定の中にね、アメリカの安全保障を阻害するようなことがあった場合にはアメリカは日本に濃縮ウランを売らないというね密約があるということが明らかになった、ね、ではアメリカの安全保障を脅かすというのは一体どういうことですかとね、日本が安保条約の廃棄通告をしたときにはアメリカは日本に、ね、濃縮ウランを売らないって言うんですよ。だけど今の、ね、日本はどうしたんですか。第一日目に学びましたね、日本の産業エネルギーは自ら、ね、水力発電になって、ね、石炭の発電になったのをね、これアメリカの中東絡みの火力発電に変わり、その石炭、石油がね、高くなったとこなんで、ね、濃縮ウランに変わったんですよ。ね、ね、今、54基ある日本の原子力発電所のね、その濃縮ウランは、ね、80% 以上がアメリカの、ね、いや、違う人かもしれません。はい、アメリカの、ね、独占商品でございますね。それで今で言うならば約ね日本のね電気のね 30% が作られてるんですよ、ね、じゃあこれからもね上げようとしたわけでね。だけどね今ね我々が廃棄通告したらどうするんですか、ね、アメリカはね日本にね濃縮ウラン売ってやらないって言うんですよ。売ってやらないってことになるとね日本の電気が3割ね作れなくなるんですよ。
こういったら日本の経済コーナーに始めますからね。だからね、これはねまずいなと思ってね、排気中国ちょっとね伸ばそうかなとかね、やっぱりでね、こういうふうにねなりかねませんね。ね、だけどね、ね今度の 原子力の、ね、原発の事故との関係で明らかになったか、そうよかったですよね。だから早く ね原子力で作るね、あのエネルギーは、ね、こう下げてですね、自然エネルギーの方に変えるということがね、そういう意味ではね、我々がね安保廃棄通告した時にね、もうじゃあ売ってやらないよとはいいよってもうお前のところの農畜なんだから、ね、頼らなくてもねいくらでもできるんだとこうなるわけだからね。そのためにもね、やっぱり脱原発っていうことについてはね、安保条約に廃棄する立場から言ってもね、そういうことをやらないことが求められているのだろうということでございますけれども、いずれにせよいいですね。どんね、廃棄通告をするんですよ。じゃあどうするんですか。レジメの2では、廃棄通告したらどうするんですか、どんな日本を作るのかと書いてありますよね。え、やっと1945年ね、イスラム宣言に基づいてきた後、半歩半歩でね、ここまでね、で来てたって、ざまあ見やがれ、これからは口も聞かないぞなんてね、こういうのあるかって、そうではないのだろうということですね。ね、これは憲法の立場をどういうことですか。これも憲法通りでやるということですよ。憲法の全文にはこう書いてございます。我らはいずれの国家も、だからアメリカもということですよ、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。すなわちアメリカとの間でね、今のようなね従属的な関係ではなしに対等平等の関係のね、そういうね平和友好条約を結ぶってこと、ね、平和友好条約を結ぶ、対等平等の立場に基づくね。でそういう意味で言いますと、今ですね東南アジア友好協力協定、ね、というのが、ね、ありまして ね ASEAN10 カ国プラス、ね、中国日本韓国プラス3に、ね、含めてですよ。最近はねフランスが入っただけじゃなくて EU も入りたいって言ってですよ、ね、ロシアも入ってるんですよ、ね、こうやって何よりも、ね、北朝鮮も入ってる、ね、そういう、ね、でところがあるんですけどね、そこの、ね、その ASEAN の、ね、その、ね、協定の中にはですね、その対等平等、そしてですね武力による威嚇、武力の行使、憲法9条に書いてあることですね、そういうことはやらないということから含めたですね、でそしてそれぞれの内政に干渉しないことが含めてね、ここはね大変ね素晴らしい条約を結んでいます。多分ね日本が安保条約を廃棄した場合ね、アメリカとどういうね平和条約をね結ぶかって言ったらね、このね ASEAN 何かがやってるような東南アジア友好協力協定 などをね生かした形で、そして憲法のねそういう条文を生かした形でのね、でそういう、ね、あれに条約になるというふうに思いますが、それはですねその当時になった時にね偉い人たちみんながね考えると違いませんよ。で我々の方もねでこここうしろこうしろってね、俺はね安保を廃棄するためにね、ね、我々もね、デモに行ったんだぞ、ストライキもしたんだぞ、ビラも配ったんだぞ、だから俺らの言うことも聞けよということでね、俺はね、今のような政府ではないで、みんなのね、あれをしながら、ね、日米友好条約というものが結ばれるに違いないと思います。そして、どういう日本になるのかというのは、非核、先ほどね、お話をしました、ね、非同盟、そして中立のそういう日本でございます。ね、ではそういう日本というのはどういう日本かというとね、それは、ね、憲法の通りの日本だとこういうふうに、ね、言い換えてもいいわけでございます。だけどそういう、ね、ことになりますと必ず出てくる質問が何ですか、ね、自衛隊どうするの。これでねまだ国民の、ね、多数の人たちはね安保条約をなくすというのはね自衛隊を、ね、解散することとねイクオールじゃないかってい うに風に理解している人たちが多いようでも、そういうふうにわざわざ ねそういうふうに、ね、風潮も、ね、あるわけですね。こういった安保なくしたら自衛隊もなくなっちゃったのさ、
ね、北朝鮮、中国、ね、どうするんだか含めてね、ね、すぐね、そういう形でのね、あれが出てくるわけですけどね、安保条約と自衛隊はね、また別なのでございまして、安保条約をなくすというのはどういうことですか。安保条約6条に基づいて日本に米軍がいるんだから、ね、安保条約の6条を、ね、含めて廃棄すれば日本から、ね、米軍はいなくなるんですよ。だけど安保の3条ですか、ね、日本の自衛隊を、ね、なんて書いてあるんですか、維持し発展させるっていうね、その3条のね、そこはね、なくなるわけだ。だからね、安保条約、ね、自衛隊をね、維持し発展させることはなくなるわけですね。この安保のね、規定がなくなるわけだ。ということはどういうことですか。私たちはね、安保条約がなくなったら ね、まさにね、本来の自衛隊の名前にふさわしくね、この軍隊をね、変える。今の自衛隊どうなってますか。ね、安保条約上じゃね、極東の範囲でね、アメリカが動くってことになってるんですよ。日本はね、自衛隊はね、日本の施政のもとにある領域、日本の憲法がね、通用するところのものをで攻められた時に日本を自衛するための軍隊だって言ってるんですよ。ところが今やですね、ね、インド洋に出ていくだとかね、でイラクに出ていくから含めてね、極東どころか中東まで出ていく、でそしてアメリカの下請けの仕事もしてるってね、こういうことになってるわけ、ね、そういうことについては一切やらせない。だから言ってしまえばね、自衛隊のですね、海外に出ていくね、これはね、自衛じゃない。 ですからね、そういうね、今自衛隊がやってるそういうね、海外に出ていくから含めたね、そういうことについては全部やめさせる。こうやって本来通り日本を自衛するため、ねね、そういう、ね、仕事に、ね、であるつくようにすると同時に、ね、今の自衛隊はね、アメリカの指揮監督のもとに動いてるんですよ。撃てって言わないんですよ。軍隊はどうするんですか。こうやって鉄砲構えてて撃てった時にね、誰を撃つかなんてね、討議してたらダメなの。撃てって言われたらね、必ず撃たなきゃいかんんですよ。ね、撃たなかったらどうするんですか。なんでお前撃たなかったってね、で軍法会議に ね、かけられてね、撃たなかった方、人を殺さなかった方がね、軍法会議に関わるっていうのがね、これがね、で軍隊ですよ。撃てってのは自衛隊は何て言うんですか。自衛隊の戦車ってのは何て呼ぶんですか。今日本は戦車って言っちゃダメなんですよ。日本はね、戦うんだろ、守るんだからさ、戦車と言わないんですよ。特車って言うんですよ。特別の車って書いて特車、ね、これで、ね、自衛隊のね、本来のね、我々が言うね、戦車のことですよ。だけどね、自衛隊でもね、戦車こんなものは持ってません、うん、だけどあるじゃないか、でキャタリナがこうなってるじゃない、いやあれは特車ですって言うわけでございますけどね。それと同時に ね、シュートって言うんですよ。シュートってのはサッカーで蹴るんじゃないですよ、打てっていうことですよ。そういうことでもうね、日本の ね、自衛隊はね、全部アメリカ的なそういう教育のもとでね、やられてるのでございまして、そういうね、アメリカ的な、ね、従属的な軍隊として育てられた、そういうね、ね、そういう側面はね、全部ね、なくして、ね、そういってですね、昔ですね、その安保の運動がずっと大きくなって1970年代ひょっとするとね、共産党も含めたね、安保反対のですね、政府がね、 できるんじゃなかろうかなんてことがね、多少ね、話題になってた頃ね、自衛隊の幹部が論文を書きましたね。その論文には何が書いてあったかって ね、共産党が入った政権ができた場合はね、その政権の命令には従いませんというね、論文がね、書いたことがあるんですよ。だからそれはね、シビリアンコントロールに反するからね、まずいんじゃ、憲法違反じゃないかっていうのとね、いやその通りだっていうのね、でそのね、論文についてね、現職の自衛官が書いたんですよ。そのことについてね、論議になったことがありますけど ね、あの自衛隊そのものもね、やっぱりね、憲法に基づいてね、
ね、動くようなそういう軍隊に、ね、教育をし直す、ね、そういうことをやる、ね、安保条約がなくなったと、ね、そういうことをやる。だけどね、まだね、自衛隊としての憲法、あのね、自衛隊を残す。だけどね、それはね、憲法違反ですよ、ね、一方で。だけどね、やはりね、北朝鮮のこと、ね、中国のこと、ね、ロシアのこと、こうやって安保をなくしちゃったらね、一番脅威になるのはどこですか？ね、アメリカだろ、それは。ね、だからね、それとも対応してですね、ね、日本が本当にね、攻められない、ね、環境が、このね、日本の周りで生まれたっていう時にね、初めて、ね、自衛隊を、ね、まさに、ね、今度の人命救済部隊のような形にするかね、ね、消防局よりもうちょっと強い技術かね、そういうふうな形でね、改装して、まさに憲法9条通りの、ね、日本を作っていく。これがね、展望でございまして、ね、で安保をなくしたらすぐね、自衛隊がなくなるっていうね、でそういうことではないんだぞ。で今のような自衛隊、海外に出ていって、ね、自衛隊以上のことをやるようなね、そういう自衛隊まで解散、ね、で側面を削るのだ。こうやってですね、こうやって日本の周りで本当に意味で安全保障ね、そういう雰囲気ができたときにね、で一歩一歩で、あの日本の平和をね、でそれはね、どういうことかって言いますとね、で憲法の前文にはこう書いてございます。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な 理想を深く自覚するものであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。これがね、憲法全文にある有名な言葉ですよ。どういう言葉が抜けてるんですか？ね、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、ね、軍隊を持たないで我らの安全と生存を保持しようと決意した。日本の安全保障を ね軍隊を持たないで ねやるということをね、我々は決意したんだと、こういうふうになってるんですよ。ではね、軍隊を持たなくても ねその日本の、ね、我らの安全、日本の安全と生存ですね、国民の生存が保持できるようになるかったらね、我らは平和を維持し、専制と霊獣、圧迫と辺境、地上から永久に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。だからね、名誉ある地位を占めるほどのね、ね、国際貢献をやるんだ。どういう国際貢献か、霊獣、先生と霊獣を永久に、ね、地上から永久に除去しようとしている国際社会に ねそういう、ね、先生と霊獣をなくすための国際ね、信者、圧迫と辺境を地上から永久に除去しようとしている、そういうねことについての国際貢献をするんだぞ、ね、全我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を、ね、持っていることを確認すると憲法に書いてあるわけですけどね、そういう国際貢献をやってね、あの国攻めちゃダメだよね、いうことでね、日本の平和と安全を守ろうというね、こういうふうになるわけでございますけれども、現実はですね、まあいろいろありますからね、で今ある自衛隊についてはね、今言ったような形で段階的に解消していくのだと、こういうことでございます、ね、そういう中でどうですか、日本国安保をなくした後、日本国憲法通りの、ね、通りの日本、ね、を作るというんです。それが本当の、ね、いいですか、新しい日本なんですよ。新しい日本を作ろうってね、自民党も言ってる、民主党も言ってる、あらゆるところから言っていますけどね、で本当の新しい日本とはどういう日本なのか、憲法通りの日本でございます。では日本国憲法の三原則って何ですか？日本国憲法の三原則って何ですか？はいね、中学生に対して出した、ね、文部省の中にね、憲法の三原則はこれですって書いてあるんですよ、ね、国際平和主義、民主主義、ね、主権在民、これがね
日本のね、で三原則だ、これがね文部省がね今の憲法に対しての、ね、柱はこれだってこういうふうに言ったんですよ。それだけでいいんですか、ね、レジュメには何て書いてある、憲法の五原則があるの、三原則だけではないぞ、五原則だぞ、誰が言ったのね、みんなでね、ね、バスの中ね、同意をする中でね、憲法をね、守らなければならない、生かしきらなければならない、憲法の条文とはね、どういうものか、それは三原則ではない、ね、五原則なんだぞ、ね、では、五原則とは何か、言ってみな、なんて言ってもね、なかなか出てこないだろうから、皆さん方に資料のね、3枚目、ね、2枚。今資料の1行の方を見ていただきましたけど、今度はね3枚目、憲法五原則の用語と、ね、憲法改悪阻止の同等の緊急性というね文章をコピーしてお配りしてございます。いかがでございますか。1974年7月1日午後、京都市を訪れた日本共産党の宮本賢治幹部会委員長は、で同日京都市長で記者会見をし、憲法五原則の用語と憲法改悪阻止の共闘の緊急性についての談話を発表した、ね、発表、憲法改定改悪阻止の共闘に関し1日社会公明両党総評などに申し入れを進めることを明らかにするとともに、この共闘について適当な時期に社会党成田委員長とも会談を行うというような記者会見をやった。その時にね、で我々が守ろうとしているね憲法のね、まあね、三原則って言うんじゃないぞ、五原則なんだろということで言ったのがこれでございまして、最近の政治情勢の中で特に参議院での各党の論争を通じて憲法問題は一層重要なものだ、現憲法法制法現憲法制定以来、日本共産党は憲法改悪反対平和的民主的諸条項の完全実施のために一貫して戦ってきた。我が党は現憲法を絶対視しないが、それが明治憲法に資しても歴史的進歩性を当然認めるとともに、その平和的民主的諸条項の積極的な意義を高く評価して、この平和的民主的諸条項の主な特徴は次の5原則である。いいですね。第1、国民主権と国家主権、ね、でところがね、文部省は国民主権はいいんですよ、だけど国家主権言わないんですね。どうしてですか。安保でね締め上げられて、国家主権もないからね、こんなことを言ったらね、でダメだっていうことが分かりますからね、国家主権入れないんですね。私たちはね、国内においても主権者であることをね、全世界193カ国の中においてもね、日本の、ね、国家の、ね、主権が、ね、対等平等としてあるのだ、で主権者、ね、国家として の、ね、その民主主義という、ね、ことも含めて国家主権でございますよ。そして第2が恒久平和、いいですね。恒久というのはね、もう60年で、ね、平和が続いたからここで一発やるかなんていうのがあるんですよ、ね、恒久というのはもう、ね、二度と再び戦争をやらない、こういうことね、それが9条ですね。と同時に基本的人権、ね、これは憲法で三原則の中に入って基本的人権だけど、それだけじゃないんだと、議会制民主主義、すなわち議会というのはね、国民の主権者、国民の多数の意思に基づいて、ね、差別の本当にない、そういうわけでね、だけど今はね選挙制度を変えてね差別をあれしてますけどね、だけどね、そういう中でできた議会制民主主義、議会の多数を本当にながら、ね、そこでのね、賛否に基づいてですね、政治を動かしていく、ね、こういう形で、ね、政治を動かしていくのだぞ、議会制民主主義。と同時に第5番目、地方自治。今どうしてんですか、で地方自治をガンガンあれしちゃってですね、で、改悪しようとしてます、で中央直結なんてのはダメなんですよ。ね、自分は中央とね、こんな太いね、ロープがあります、つながります、だから私をね、市長にしてください、こういったらね、いろいろとね、公共事業を持ってきますからなんてね、そういうのは、ね、ダメなんだっていうのがね、地方自治なんでございますけれどもね、この5つが、ね、言ってしまえば、日本国憲法の平和的
民主的諸条項と言われるものですよ、ね、これの、ね、完全実施を目指すのだ、ね、でこれがですね我々の立場なんだとこういうことでございますけれどもね、そこで先ほど言ったようにですね、その3つを5つのですね 原則を本当に守ってそして生かしていくんだぞということですね。だけどねそれはね象徴天皇制のねも含めてですね、ねそのあれですね、憲法のね全文を含む全条項を守りその平和的民主的諸条項の完全実施を目指す、ね、それがね憲法通りの日本というこういう